今日も俺は一人、会社に残って残業していた。突然、数々の怪奇現象に襲われて、ベルから出ることができなくなってしまったんだ。エレベーターを使って、なんとか脱出しようと試みたのだが、失敗に終わってしまった。そして俺は、自分の仕事場へと戻ってきたのだが。あれ？ここは、どこだ？わお。俺たち超ラッキーだぜ。お前自分がどこにいるかわかんねえだろ？俺もそう思うよ。なんだそれ。脱出するためのチケット鍵は、この廊下の奥にある鉄の扉の奥にある。中に入ったらなんかやってみるよ。あと、なんかやばくなったら、クローゼットか、机の下に、隠れろ。やばくなったらってなんだよ。ああ、もう嫌な感じ。もう暗いしな。これか。鉄の扉。開かないか。これは便所か。おう。もうなんであんなところにダクトがあるんだよ。まるで入ってくると言わんばかりだな。いよいよ。しょうがねえな。あ、暗いな。何かがいそうな感じがするな。不気味だ。寒いし。もう今日で2回目だよ。こんなくっせえとこ入るの。勘弁してくれよ。もう何なんだよ今日は。行き止まりか。いや、どっかの部屋につながってるっぽいな。ああ、ブルースクリーン。はあ、さて、なんだ。ああ、血がついてるじゃないか。キーカードゲットしたが、真っ赤な血がついてるじゃないか。ああ。懐中電灯か？ああ、もう、これは。事件だよ、これ。殺人か？ああ。殺人現場にいるような感じがするよ。ライトゲット。また奴が来た。やばいな。なんでこいつは俺を追ってくるんだろう。わかんないけど、逃げよう。やばい気がする。ああ、捕まった、捕まった、捕まった。お、逃げた、逃げた、逃げた。よし。よくわかんないけど。よくわかんないけど。あ、何かに追われてる。逃げよう。後ろから来てる。あ、いる。あいつら一体何なんだよ。幽霊かな？怨霊か？あんなの見たことないんだけどな。これか。キーカード。大丈夫か？よかった。ブルースクリーン。やべえな、これセキュリティルームじゃないの？ほとんどブルースクリーンだよ。これやばくないの？まあいいけどさ、俺は。これかな？あ、ショートした。ああ。ああ。もうなんなんだよ。やべ、逃げよう。隠れよう。下向いて。消そう。何かがいる。ああ、何かが俺の後ろでハーハー言ってる。どっか行ったかな。
言ったっぽいな。ショートしたか。じゃあ機械室に行かなきゃな。こっちか。あ、しまった。じゃあこっちから行こうか。お？ああ、目の前移動してるよ。黒いモヤモヤが。あ、ここを徘徊してるのか。ああ、こっち来た。なんでこっち来るかな。もう、あいつは俺を追ってくるのか。こっち来た。そいっと。バレてないよ、バレてないよ、バレてないよ。いる？いるかな？ああ、いる。あ、どっか行った。どっかに行ったかな。ああ、近い近い近い。消しとこう。もしかしたら光が見えてるかもしれないからな。お、どっかに行ったかな。結構しぶといなあいつ。右に行ったのかな。ああ、同じ方向に進んでるよ。また近づきすぎるとは奴が振り返って追ってくるかもしれないから距離を置いていこうか。ああ、もうなんでこんな目に遭うんだ俺は。いつもいつもいない。ハロー、こんにちは。よし、ここだ、機械室。さて、で、この3つのレバーを引くんだけれども、これが青に光っているときに引くんだ。それを3回繰り返す。アウアウ。 OK。で、ラストレバーが取れちゃってるので、さっき拾った、こいつを使って、オッケー、ああ。よし。じゃあ戻ろうか。で、近道が、できない。から、回っていく。いない。いないよな。あ、いるいるいる。あ、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 来る。来る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 。マジか。バレませんように。いる。いる。いるな。こっち来るかな。いる？いや、近いぞ。近いな。でも、音が遠いな。いけるんじゃね、これ。おう、いいね。よし。OK。 これで鉄の扉が OK。 あ、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 追われてる。マジか。逃げよう逃げよう。こんなところで俺は死にたくはねえんだ。よし、
巻いたな。いいね。よし。ああ、もう開くのが遅い、ちいちこれ。早く、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 早く。早く。早く。音がするって、早く、早く、早く。ああ、危ねえ。いちいち遅いんだよ、これ開くのがよ。なんでこんな遅いんだ？なんでこんな頑丈なんだ？相当大事なもんが、しまってあるんだろうな、この部屋にはな。そんでこの部屋には、脱出するためのヒントがあるとか。あいつは言ってたか。さて。なんだかこれは機械室みたいな。なんだろうな。部屋があるな。 A の002 か。 A の001。 おう、これはサーバールームか。よし、いくつかのサーバーをリセットする必要がある。そんなに時間はかかんねえが、3つあるんだ。 A の2番、A2 の1と A3 の8と、あと A1 の15。最初の A2 の1は入り口のそばにある。これだ。で、こいつをなんか引っ張ったり押したりして。で、同じ図柄を選ぶんだ。あ、トゥトゥンじゃなくて。同じ図柄は、これ、これで、これか。で、リセット完了かな。 OK。 そんで、あとが A3 の8か。 A3 の1、2、3。ああ、そうだよな、やっぱり追ってくるよな、こんな狭い場所だよ。ああ、もうこんな狭い場所か。どうやって逃げ切るんだよ。ああ、いるいるいる。これか。近いな。近いぞ。周りが暗いからどこにいるのかわかんないな。いけるかな。急ごう。これか。これ？そんで、あとは、どれだよ。これか。オッケー。あとは A3 か。これか。よし。いい感じ。どれだ？これか。よいしょ。オッケー。終わったよ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 。終わった。三つサーバーリセットしたよ。ああ。ああ。ああ、気持ち悪い。アディオス、化け物。ああ。これで一安心かな。お？ああ。奴は、奴ら？あの黒いモヤモヤは、一体じゃねえのか？奴らは、中央コンピューターの接続を変えた。だからメインターミナルにアクセスする必要がある。A の404号室を探せ、同じ階にある。そこに入れば何か、あるはずだ。これは A の002か。A の404か。これは？レバーがある。4つかな？これは？お、
動かせるんだ。じゃあ何か数を合わせたりとか、そういう謎解きがあるのかな。なんか嫌な感じがするな。あ、戻っちゃった。戻ったけどこっちは戻らないか。ちょっと登ってみるか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。ジャンプ。オッケー。こっちの方かな。よいしょ。お、あんなところに。入り口が、入り口っていうか、道があるじゃないの。それじゃ行こうか。まあ、こういう高いところにいれば、奴も襲っては来れねえだろうし。一安心だな。はあ、はあ、なんか、白いのが出てる。湯気が出てる。大丈夫か、あれ。ああ。なんで深夜、俺はこんなことをしているんだ。あっちか。ああ。こんなところに入ってんのバレたら、間違いなく俺はクビだな。あ、今日で3回目だよ。このくせえダクトを通る。あ、いるのか。もやもや、もや、もやもや。黒いもやもや。痛い。待って、お尻、お尻やめろ。こんなところで死にたくはないんだ、俺は。アウフ。あ、懐中電灯、電池切れそうだ。こんなところで切れたら俺はどうしようもねえぞ。ああ、おおおおお、あ、捕まった。もやもやに捕まったけど痛くないぞ。ダメージを受けてない。なんか引きずられてる気がする。なんか落ちた。ああ、落ちたぞ。ああ、ああ、なんだよこの部屋。俺は見た、影の中を。あいつは誰の血だよこれ。尋常じゃねえようだぞこれは。とんでもねえ部屋だ。ここ通れるな。今日で4回目か。今日は運がいいな。もうダクトからも漏れてるや。なんで誰かが死んだのかな、このビルで。ここはどこなんだ。開かないよ。これだ。 A の404か。まあ開かないよな。ここはどこなんだ。ああ、これか。もうここは部屋じゃねえよな。 A の404号室に入る方法を探さないと。ああ、ここは、よいしょ。はあ、なんだ。おお、メールか。寂しかったよ。ずっと一人だったからな。パッケージをインストールしたが、不十分だった。メインアクセスプロトコルは、枝分かれしている。まあ、それぞれが独立して、ネットワーク回線が独立している。だから、ハッキング、アクセスはできない。だがお前は、そのビルの中にいる。ほう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 。ま、外部のユニットと内部のユニットを入れ替えろ。そうすりゃ魔法が起こるぜ。なるほど。ここが、ああ、
もやっち、またいる。いるよ、目の前に。いるけど、隠れてるから。ああ、真っ黒。どっか行け、ほら。俺はこんなところで死んでられねえんだよ。早く、仕事が残ってるから、コンビニ行って、タバコとレッドブルを買いに行くんだ。お？諦めたか。ったく。さて、これか？これが A ユニットか。で、これとあともう一個のユニットを入れ替えるんだったな。これか。これが B か。じゃあさっきの A ユニットをここにぶち込んで、で、ここにあった B ユニットを奥の部屋か。奥の部屋にぶち込んでやる。そうすりゃ魔法が起こるってよ。これでいいのか？来た。エレベーター動くぜ。ただ、さっきサーバーリセットした部屋に行ってログインして、まあこれこれ打ち込め。そうすりゃエレベーター動くよ。そいつはありがてえな。やっと外か。これかな。なんとか俺は助かったのかな。まあいいや、とりあえずさっきの部屋に戻ろう。もう化け物がいなければいいんだけどな。さて、戻る道はどこだったかな。ここかな。懐中電灯は電池がないからもう消えそうだ。ああ、もう寒いし、もう扉開くの遅いよ。早く早く。あ、扉を開けて瞬間向こう側にモンスターがこんにちはなんてことはねえよな。ここか。A の001、これだ。あいつもいねえよな。ハロー。誰もいないか。行こう。ほんと気味が悪いな。あ、これか。通れねえぞ。なんだ、またブルースクリーンか、これ。もうどこもかしこもブルースクリーンだらけだな。大丈夫か、これ。んで、木入力してまたメールか。なんか足音拾えるんだけど、まあいいや。コンピューターがハッキングされた。犯人は社内の従業員の誰かか、もしくは誰かが地下施設に侵入したかのどっちかだ。これは、ああ、社内で怪しい人物を見た。声をかけたら逃げていったから追いかけた。だが逃げられた。しかし、そいつは行方不明の従業員にそっくりだ。名前を調べたらマイク・バートス。この、フロアで働いている従業員だってさ。なんでそいつがいるんだ？何のために？なるほど。何かを企んでいたマイクは行方不明になったけれども、この会社に侵入して何かをやっていた。何をやっていたかはわからないけど、なんかよからぬことをやってたっぽいですね、マイクは。まあ、そんじゃ行きましょうか。オーフ！もやもや。もやもや、危ない。オフ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 。おう、消えた。
おめでとうを言う準備ができたよ。お前の助けに感謝するよ。もう何も起こらないよ。なお、横ちゃん。もしかして、こいつマイクか？アンノーンってのは。マイクは自分がしようと思っていたことができなかったから、俺にこんなことをさせたのか？わからん。ってことは、あの黒いモヤモヤは一体何なんだ？過労死した従業員の怨念？怨念かな？まあ、そう考えるとしっくりくるが、まあ、詳しくは、語られることもなく、ゲームは終わってしまいます。クリアです。ちゅうわけでした。ロックトフィアス。ホラーゲームとしては、まあ、オフィスを舞台にしているから、新鮮だったかな。謎解きもそんなにないからサクサクと進んだし、ただ黒いモヤモヤに追われるシーンは結構めんどくさかったかなと思いました。まあ値段の割にはいいホラーゲームだったかなと思っています。それじゃあ今回はここまでにしときます。最後に高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。ご意見ご要望は、ツイッターまでどうぞ。それじゃ、また。